いつもすいませんね、こんなにいただいちゃって。結構ね、色強い。美味しそうなみかん。豊作だよ、今年は。いいですか、こんなにいただいちゃって。もう5キロぐらいわけ。あら、すいません、ね。いつもお世話になってるから。いやー、ほんと。本当にありがとうございます。ほら、のぞみ、ちゃんと座んなさい。だらしないぞ。おぞみ、ほら、おみかん、たくさんいただいたから、これ、はじめくんところに持ってってちょうだいよ。やだ。なんでよ、あんたゴロゴロしてるだけじゃない、ね。えないよ。みんな、頼まれ。いや、ほんとやだよ。はじめ、ゆかん、お母さんが持ってくれて。清水さんところ。分かってる。玄関から来いよ。ちょっと、飲みすぎなんじゃないの？いいじゃん、まぁ、ちょっとしか飲んでないんだ。ちょっと、いやちょっとそれ私の肉。は？なんでお前、他のあんじゃん。大ぞみ。やっぱり見てたの？いや、どれも一緒だろう。ほら。こんなにお肉いっぱいあるんだから、焼いてあげなさいよ。ほんと可愛くないわね。そうだ。町内会の温泉旅行行く？ああ、どうしようかな。じゃあ、行きます。あら。ほんと。あら。よかった、ちょっと、ちょっと、のぞみ。はじめくん、温泉旅行行くって。私、行かない。え？行かない。なんでよ。なんで？だって、お風呂入ってご飯食べるだけでしょ？行かない。まあ、子供らにとってはほら、面白くないんだ、そういうのね。わかった。はじめ、お前さ、留守番一緒にしてやれよ。な、いや、最近公園物騒だろ。行きますか。ああ、どうも。すいません。どうも。すいません。じゃあ、のぞみ、行ってくるからね。はい。ちゃんと、始末したすよ。はい、はい。のぞみ、早く行くだろう。のぞみ、戸締まりもちゃんとすんよ。あ、反抗期なんだからもうすいません。じゃあ行きましょうか。行きますか。あれ、もうすぐね、バ僕たちは恥ずかしがらずに付き合ってるって言えばいいのにね。まあのんびり見守ってあげましょうや。ね。はい、いや、やばいだろ。